あれ、皆さんどうもこんばんは。今日は、令和元年の、8月3日でした。今日はね、もう晩酌は終わって、もうキッチンはね、片付けられちゃって、こういうとこがかゆいです。それで今日はね、自分家で取ったね、桃をね、リンゴみたいに切ってみました。これリンゴみたいに切ったんだけどね、これを今からどうやって食べようかなと思ってね、考えてるところです。とりあえず、食べてね、寝ようかなと思います。もう眠くなっちゃってダメです。まだまだ残暑がね、この後続くと思いますけど、皆様、残暑に負けずに頑張っていきましょう。